はい、こんにちは。レトスノーノです。9月11日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。人はできると思い始めたとき、実に並外れた能力を発揮する。人は自分の力を信じるとき、成功の一番の秘訣を手にする。この時期に模試の点数が悪いと、今年の合格は無理だな、と諦めてしまいがちです。しかしまだ試験まで1ヶ月もあります。復習して解けない問題を解けるようにすれば、実力は必ず上がります。 合格した人で諦めた人はいません。最後まで自分を信じて頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。え建物に留置権を有する者は、当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる、丸かツかという問題ですえ。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。 留置権っていうのは物上財政を有しませんそのため保険金から優先的に弁済を受けることはできないということなんですね留置権っていうのは目的物を留置することにより、まあ、目的物っていうのは今回の問題で言ったら建物ですねこれを留置することによって弁済を促す権利だからなんですねこの問題っていうのは基本的な問題なので覚えておけば解けますただそんな勉強では本試験では対応できません 留置権についてはあまりテストにも出ないのでそもそもどんな権利なのか何がポイントなのか他の分野とどのようなつながりがあるのかこれらを理解していない方が非常に多いですそのような状況では合格はできないです必ず理解しておきましょうで問い2ですね事務所とは本店または視点やその他の政令で定めるものを指すものであるが 宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は事務所に含まれない丸かツかという問題ですでこれ答えは丸ですねまずちょっとこれ間違いやすい部分なので整理しましょう宅建業を行っている本店および宅建業を行っている支店これはもうどちらも事務所ですこちらちょっと見ていただきたいんですけどもこれ本店本店支店支店なんですね で、これ、宅建業を行っている本店ですね。これ、宅建業を行っている支店ですよね。これ、どちらも事務所に該当って書いてある通り、事務所に該当するんです。では、本店は宅建業を営んでいて、支店は宅建業を営んでいない場合、本店及び支店は事務所に該当するか、それともしないのか。これをちょっと考えてみます。この場合、どうなるかっていうと、本店は宅建業を営んでいるわけですね。 この場合っていうのはここに当たるわけです。これですね。つまり事務所に該当します。まあ、先ほど言った内容ですね。で、支店はこれ、宅建業を営んでいないんですよ。本店宅建業を営んでいて、支店は宅建業を営んでいない。まあ、ここの事例は建設業を営んでいるっていう事例なんですけども、宅建業を行っていません。この場合、この支店は事務所に該当しないんですね。つまり、本店は事務所に該当して、支店は事務所には該当しません。まあ、これはここの内容ですね。 で、今回の問題っていうのは、ここの内容なんです。支店の話なんですよ。宅地建物取引業を行わず、他の兼業業務のみを行っている支店って書いてありますよね。先ほどの事例で言うと、建設業を行っている支店の話ですね。この場合、事務所に含まれませんでしたよね。ここですね。なので、事務所に含まれないっていうのは、丸になるということです。で、もう一つ考えてみましょうか。本店は宅建業を営んでいない。 これですね本店は宅建業を営んでいません。建設業を営んでいます。支店のみ宅建業を営んでいます。支店宅建業を営んでいる。この場合どうなるかっていうと、この場合はどちらも事務所に該当するんですね。本店は宅建業を営んでいなかったとしても、支店で宅建業を営んでいると、本店も事務所に該当します。宅建業法上の事務所に該当するということですね。この点はしっかり押さえておきましょう。この4つの事例ですね。多くの方がこれ整理できていませんので、ここちゃんと整理しておきましょう。 では、問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切り土であって、当該切り戸をする土地の面積が600平米の工事については、都道府県知事の許可は必要ない。丸かバツかという問題です。で、答えは、これは知事の許可はいりませんので、正しい丸となります。宅地造成っていうのは、 工事の結果、宅地になる工事を言うんですね。今回の問題の場合、宅地を宅地以外にする切り取って書かれています。つまり、工事の結果、宅地になるんじゃなくて、宅地以外になりますよね。したがって、宅地造成の対象外となって、知事の許可は不要となります。しっかり判断基準を頭に入れておきましょう。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。